タンタカタンタンタン、皆さんこんにちは。だんだんと暖かくなってきましたね。それでは3月のタンタカタンタンインフォメーションをお届けします。では最初の話題です。ここ横村の公園内チャッタナの森で3月19日土曜日に第1回タータンサミットインタカつながる広がるタータンの輪を開催します。スコットランドタータン登記所公認のタータンが勢ぞろい。展示と販売をします。神戸、神戸松陰、笹山、そして北海道の余市といった各地のタータンが集まります。屋外では播州織や食育、木育を中心とした特別なマルシェ10店舗が出店し、タカタータンの歯切れを使用した小物作りのワークショップも行います。子どもから大人までタカ町の自然の中でタータンに触れて楽しく過ごしていただけるイベントとなっています。ぜひ遊びに来てくださいね。こちらはスケルトンのドームです。外からも中からも丸見えです。開放感ありますね。夜になると星空がとっても綺麗に見えますよ。さてこちらがキャンプサイト。その奥にあるのが地域産材である高町産ヒノキを活用したタイニーハウスです。このタイニーハウス現在制作中です。タータンサミットの際にオープン記念見学会を開催します。お楽しみに。タイニーハウスではテレワークに使用できる設備や快適な空間を提供します。またテレワーク利用だけでなくファミリーでのお手軽アウトドア、女子会、映画鑑賞などのレジャーにも活用いただけます。ヒノキの香りに包まれた森の中の特別なプライベートハウスであなただけの時間を過ごしてみませんか。ぜひ3月19日土曜日はタータンサミット in タカチャッタナの森へ遊びに来てください。タカ町の新しい発見がありますよ。詳しくはイベントチラシ、観光交流協会ホームページをご覧ください。続いての話題です。3月21日祝日の月曜日、中区蘇我井のグリーンプラザで創業セミナーを開催します。今回は高町で起業された方をパネリストにお迎えして、起業するまでのお話や起業してからの体験談などが聞けるんだって。これから高町で起業をお考えの方や起業に興味のある方はぜひ申し込みしてください。そうそう、3月19日のタータンサミットでは限定100食タータンランチボックスがカフェチャッタナで販売されます。今日は特別に作ってもらいました。これがタカタータンランチです。タカタータンの6色を使った、お弁当になっています。鮮やかな色合い、どうぞお楽しみください。美味しそう。当日はカフェでもテイクアウトでも食べていただけますよ。それでは今月のタンタカタンタンインフォメーションはこの辺で。タカボー、フーコとはるちゃんでした。また来月。バイバーイ。